ういうことはわかんないです。私はヒサメ、ご覧の通りの美人 OL、 オフィスのマドンナってやつ。あのヒサメさん、電話対応はもっと丁寧にやってもらえます？でもお客様には気持ちよくお話ししてもらいたいじゃないですか。ジムは接客業じゃないんだから。私が美人だからってひがまないでほしいわ。わかりました、次から気をつけます。ヒサメさん、それ社内資料。そんな私が最近気になってるのはこの新入社員のフジ君。この私がいっつもアタックしてあげてるのに逃げられちゃうのよね。きっと照れてるんだろうけど、フジ君は仕事もできるし何よりイケメンだし、この私にぴったりだわ。絶対手に入れてやるんだから。フジ君、これあげる。私が手作りしたの。このクッキーでフジ君の胃袋ゲッツ。すみません、仕事中なので。後で食べたらいいじゃない。いや本当、遠慮なんてしないでいいから。いや本当に迷惑なので。迷惑迷惑だってって照れてるのね。もうフジ君ったら。クッキーはここに置いていくから後で食べてね。じゃあ私も仕事に戻るから。あ、ちょっと、このダークマターどうにかしてください。ダークマター、よくもよくもこの私に恥をかかせたわね。見てなさいよ、昼休み。おいフジ、エンジさん。お前さ、前から気に入らなかったんだよな、そのすかした態度。あ、いきなりなんです？新入社員は態度に気をつけねえとね。お昼行きたいんで、後からでもいいですか、その話。うまくいったわ、エンジさんに愚痴って正解だったわね。これでフジ君も私を怒らせたらどうなるか分かってくれたはず。昼休み終わり。お前さ、美味しかったな。やあフジ、新入社員のくせにずいぶん遅い戻りだな。エンジさん、そこ僕のデスクなんでどいてもらっていいですか。お前さっきの話聞いてなかったのか、調子乗ってんじゃねえよ。あ、ですから一体何のことです。ちょっとエンジ、何やってんの。一回怒ってくれるだけでいいって言ったのに。なんとかエンジをなだめないと。あ、やだフジ君、エンジさん大声出してどうしたんです。おっさめ、ちょうどいいところに。また来た、フジからセクハラ受けてるんだよな。はあ、給湯室で抱きついてきたり、仕事中無駄にボディタッチしてきたり。いくらヒサメが美人だからって最低だぞお前。まさかありえません、そんなこと。あわわわわ、いや、ヒサメが言うんだから間違いねえ。嘘ついてんじゃねえよ。エンジさん、もうその辺で私は大丈夫ですから。いや、ダメだヒサメ、こういうのはちゃんと言ってやらないと。何度も言いますけど、僕がセクハラなんてありえません。むしろ逆で。ああ、じゃあ何か、ヒサメが嘘ついてるってか。ちょっと仕事できるからって調子に乗るのも大概にしやがれ。お前なんかクビにしてやろうか。ちょっとエンジさん、やりすぎよ。大体お前は入社してきた時から気に入らなかったんだよ。エンジさん、これ見てもらえますか。お前なんだこの写真、やっぱセクハラしてんじゃねえか。さっきヒサメさんが置いていったダークマターを捨てようとしてこれに気づいたんです。黙ってるつもりでしたけど、さすがに我慢の限界なので申し訳ないですけどお伝えします。だから何よ。好き好き、今夜は寝かせないぞ、バイヒサメ。キャー、これ立派なセクハラですよね。あのヒサメ、おもセクハラされてたんじゃなかったのか。違うわ、これは誤解よ、勘違いしないで。一体どういうことだよ。フジからセクハラされてるから何とかしてくれって。解決したら俺の女になるって話だっただろ。なのになんでフジを誘ってんだ。女になるなんて言ってないわよ。だいたいちょっと懲らしめるくらいでいいってあれほど言ったでしょ。取り込み中すみません、私はソラ。こちらの領収書の件で確認に来たんですが、ここってヒサメさんとエンジさんの2人で行ったんですよね。経費で落ちませんよ。うわあ、それは交際費で。ヒサメさんから提出されたタクシー代、同じ日の同じ時間です。お店近くのコンビニのレシートまであります。飲み直しでもしたんですか。バカ、タクシー代なんて経費に出すなって言っただろ。はあ、だいたいあんたがタクシー代もくれない。
らの写真完全にセクハラですね。部長に伝えます。いつもにけー、いや、それはふうじくん、今日のことはどうかなかったことに。そうそう、全部誤解なのよ。無理ありすぎるでしょう。イサメさん前からふうじくんにアタックしてたもんね。エンジさんもヒサメさんのためにフジ君のことクビにしようとしたってこと？やば！あんたが余計なことするから私まで変なこと言われてるじゃない！はあ？お前だって俺に気があるそぶりしてただろうが！するわけないでしょ、あんたになんか！よいしょ、仕事の邪魔ディオス。災難だったね。こんなの気にしなくていいから。じゃあ私は失礼します。この一件がきっかけでエンジは窓際族へ、ヒサメは退職していった。ヒサメは今はバイトでなんとか生きているらしい。いらっしゃいまし。本当にごちそうになっていいの？大したことしてないし、お礼なんてよかったのに。いえいえ、あの時ソラさんが対応してくれたから今の平穏があるので、まあお礼は口実だけど、安心してください、経費にはしませんから。